フードコネクションの橋本と申します。フードコネクションという会社なんですけれども、フードコネクションというのは食でつなぐという意味で、スポーツとつなぐ、食とつなぐ、人とつなぐという意味で、いろいろな方々に何をどのように食べたらより健康になれるかということをメニュー提案であったり講演活動とかを行っているのが私の今の仕事です。まず一番に美味しいっていうことです。これは私個人の考え方だけではなくって、海外の栄養士の方もまず日本に来て学校給食を見て食べて本当に驚かれるんですね。美味しいし、温かいものを本当に作りたてのものが食べられるっていうのは海外の方からするとものすごく驚くそうなんですね。ですので、もう本当に皆さんが食べている、学校給食というのは美味しくて、でしかも、バラエティに富んでいる。日本の学校給食は、和食、洋食、中華、いろいろなメニューをほぼ毎日メニューが変わりますので、バラエティに富んでいるということもすごいところだと思います。あと学校給食は給食当番というのがあって、皆さんがその日のメニューを配ったりしますけれども、そういったことっていうのは外国ではなかなかやらないんですね。で、これは多分皆さんも楽しんでやってると思うんですけれども、給食そのものがやっぱり楽しい時間だということも非常に優れている点だと思います。美味しいだけではなくって非常に栄養のバランスが良いということ、これは栄養士の方が皆さんの体に必要な栄養をきちんと計算して、でしかも美味しく作ってくれている、この点も非常に優れています。この素晴らしい学校給食を作っているのが日本の栄養士、それから学校栄養教諭の方です。皆さんもしかするとあまり普段こう話をしたりする機会がないので、どういう仕事をしているのかわからないっていうことがあるかもしれませんけれども、学校の給食、おいしいものを作ってくれるだけではなくって、おそらくこういうものにどういう栄養が入っているとか、あるいはいろいろな何か授業の時に栄養の話をしてくださったりとか、そういったことで何を食べたらどういうふうに皆さんの健康に役立つかというような、そういった情報を本当に毎日毎日一生懸命取り組んでくれています。ですので日本の学校給食、中身も素晴らしいんですけれども、それに携わっている栄養士や栄養教諭の方々が食べ物だけではなくって、それを通して皆さんが、これからどんどん世の中に出ていって、もしかすると海外にもどんどん出ていくような世の中になりますので、そういった時にいろいろなマナーであったり、食べ物のこと、日本の食文化のこともきちんと身につけられるような、そういうお手伝いをしてくれているということがものすごく素晴らしいと感じています。